株式会社小木野屋は、群馬県安中市松井田町横川に本店を置く、弁当製造販売業を手掛ける会社。小木野屋の名で駅弁、峠の釜飯を製造、販売している。関連会社に、サービスエリア内の飲食店や、ドライブインの運営を行う、株式会社小木野屋、ドライブインなどがある。1885年に、 新越本線の横川駅前に本店を構え創業。新越本線の横川軽井沢間は、薄い峠の県岸に阻まれており、1963年のアプト式廃止までは、電気機関車を ED42 型などの区間、専用車へ付け替えるため、それ以降1997年10月1日の北陸新幹線、高崎長野間先行開業までは、 EF63 型補助機関車の連結を行うため、すべての列車が当駅に長時間停車していた。したがって、当駅は駅弁を販売するに適していた。駅弁を売り終え、列車が発車する際には、販売日同が整列し、列車がホームを去るまで深々とお辞儀をするのが、お決まりであった。業績は、必ずしも好調ではなかったが、1 9 5七年に、 峠の釜飯を発売してヒットを飛ばしたことにより脚光を浴びるようになった。1967年には当時の同社経営者をモデルとしたテレビドラマ土曜劇場釜飯夫婦がフジテレビ系列で放映された。この作品が峠の釜飯と小木の家の存在を全国に知らしめた。自動車社会の到来に合わせ国道18号脇に 東場圏ドライブインを建設する拡大路線を取り、軽井沢へ向かう多くの観光バスが、食事休憩に立ち寄る名所にまで成長させた。上信越自動車道開通後は、サービスエリアや軽井沢各所への出展により、横川を経由しない自動車の流れにも対応している。ドライブイン展開の経営路線は、その後拡大され、長野県各所にドライブインを有している。 北陸新幹線の先行開業に伴う横川、軽井沢駅間の廃止により、動向が懸念されたが、このように、横川駅での駅弁販売以外の売上を7割以上に、高めていたことにより、経営への影響は、最小限であった。諏訪店横川サービスエリア店清里店、グループ会社による運営を含む、また百貨店やスーパーマーケットが開催する、 駅弁フェアなどのイベントの定番商品として、日本全国に弁当を出荷している。峠の釜飯この他にもいろいろなお弁当がある。また、団体客用の料理も提供している。そして、お弁当以外にも、パン屋などが、前橋駅や横川サービスエリアがあり、釜飯パンなどが売られている。ありがとうございます。